島川正明は、日本の海軍軍人。最終階級は、飛装長。太平洋戦争における、激墜用。1921年12月、徳島県の農家に5人兄弟の逸藤として生まれる。1939年6月1日、佐世保海兵団に入団。1940年4月1日、第53期操縦練習生に入隊。8月29日、 総連卒業、戦闘機専修課程を受ける。1941年1月、同課程終了、佐世保海軍航空隊付け。4月、第一海軍航空隊に配属。1941年10月、台南海軍航空隊に配属。12月8日、太平洋戦争開戦。開戦時は、宮崎義太郎ー招で、2番機、大田敏夫、3番機、島川として、 フィリピン空襲に参加、一気撃墜を報告。1942年1月から、ライン作戦に参加。2月28日、スラバヤ攻撃に向かう中高隊援護に、坂井サブロー正体の3番機として出撃。1942年4月、第6航空隊に配属。同年6月、6空は攻略後のミッドウェイ島に配置される予定で、空母、加賀に便乗したが、 ミッドウェー海戦の敗北で、加賀が沈没、攻略は中止された。1942年8月から、ソロモン諸島の戦いの参加。基地のある、ブーゲンウィル島の防空に当たっていた六空は、連合国軍のカクタス航空軍と交戦した。1943年3月、マラリアに罹患したため、日本本土へと構想される。1943年8月、 大村海軍航空隊に戦闘機協艦として配属。1944年2月、第221海軍航空隊に配属。1945年5月、第343海軍航空隊401飛行隊に配属。401飛行隊は松山の連戦部隊で、島川は1000人貸士官だった。1945年8月、終戦。 ヘンリー・サカイダによれば、撃墜数は単独8機、共同12から13期。戦後は海上自衛隊に入隊。1997年9月25日、死去。ありがとうございます。